じゃあ細かいところちょっと見てみますかね。まあアストロ製だからといって特にそんなに不具合も。観光農園の長男の動画が始まるよ。はい、使える男観光農園の長男です。今週の工具紹介、今日はですね、いつもスナップマックとか、ネプロスとか紹介してたんですけど、高い工具ばっかっていう感じなんで、今日はちょっと変わった工具を紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらですね、アストロ製ですね。アストロ製の先曲がりのラジオペンチになります。スナップオンとかだと、スナップオンとかマックはですね、基本的にラジオペンチっていうのは保証が効かないので、それでですね、まあラジオペンチは消耗品でアストロでもいいかなと思って、アストロ製全部先曲がり、短いのと、長いのでちょっと90度に曲がってるやつ、はい、使ってます。これはアストロ製なんですけど、まあ買ってからまあ15年ぐらいですか使ってますけど、まあ90度のはあまり使わないんですね。でまあ一番使うのがこの普通のサイズの、先曲がりが結構普通に、ラジエーターホースを外すとかそういうのに使って、でこっちの長いのの先曲がりは、まあ、奥が深いところの、まあ、ラジエーターのホースなんです。南アルプス市のさくらんぼ栽培、春一輪の花が咲く。花の生育は気になります。ラジエーターホースとか、まあ負圧ホースとかそういうのを外すときに使いますね。まあこういうのはアストロ製で十分かなって感じで、アストロ製買って使ってます。じゃ細かいところちょっと見てみますかね。まあアストロ製だからといって特にそんなに不具合も困るところもなく使ってます。こんな感じですね。はい、全然ガタとかもなくて、はい、使ってます。で別にこのカットするところも普通にカットできます。はい、今回はこちらのアストロ製のラジオペンチ紹介しました。いかがだったでしょうか。この動画が参考になった方、評価、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Facebook、リンからなんかもやってますので、ぜひ登録に来てください。今回はご視聴ありがとうございました。